こんにちは。2020年8月10日です。羊ヶ丘展望台に向けて走っております。札幌市内無料のところをですね、ぐるぐる回りました。今回はもう一箇所行くとこあるんですけども、そこまではちょっと行き着けませんね。今回羊ヶ丘展望台で終わりです。次回また出直していきまして、モイヤ山展望台まで、8月末まで無料なんで、モイヤ山にロープウェイ登ってみようかなというふうに、思ってます。まあお盆が過ぎますと結構空いてるんで、ロープウェイも結構乗れるんじゃないかなというふうに、思っております。まあ札幌市内運転するのは気使いますよね。本当にもう田舎道ですと300キロ、350キロって走るのが平気なんですけども、この札幌市内はもう50キロ走るだけでももう疲れてしまいますね。カーナビにセットいたしまして、一筆書きでここ行ってってやるんですけども、その案内に従って走るんですが、前の車が運転がうまい方ばっかりなんで、もうガンガン走ってきますけど、なんでなかなか嫌ですよね。でまあ、今回は羊ヶ丘展望台を最後ということで、これから車にこもって、千歳の道の駅なんですけども、千歳の道の駅に、行ってこもって、編集作業を夜遅くまで、やってしまうとということです。まあ、編集が遅れますとですね、こう何喋ってるかもうめちゃくちゃなっちゃうんですよね。なんでまだこの記憶に鮮明に残ってるうちに、音入れ作業をしてしまって、動画を作ってしまおうということで、大変です。まあ1日今回はですね4本作んなきゃならないんですよね。4本できるんでしょうか、ちょっと分かりませんけども、頑張って作っていこうかなというふうに、思います。羊ヶ丘展望台、確かですね、ここは人数分のお金の徴収があるところですね。行きましたら、何人乗られますかということで、私一人ですよ、ワンちゃんいますかって、いませんということです。人数分は、芝桜公園も確か人数分ですね。この羊ヶ丘公園、羊がいるんで、ここに犬連れてったらまずいですね、やはりね。猫はいいのかなと、ふと思ったんですけども。まあ犬がいたら羊と喧嘩してしまって大変なことになってしまうんじゃないかと思うので、ペットは持ち込み禁止という、ことです。まあ羊と言いますとジンギスカンを思い出しますよね。ラムとかマトンですよね。北海道のジンギスカン、松尾ジンギスカンというのは結構美味しいですね。で札幌ビール園とかでもジンギスカンやるんですけども、あそこの肉は確か丸いハムの形したジンギスカンですね。まあマトンなんですけど、いまいちですよね。やはり北海道来られたら、スーパーマーケット行って松尾のジンギスカンを買って、まあ本当はジンギスカン鍋でやるのが一番いいんですけども、まあ炭で焼いて食べるのが美味しいと思います。この前東京の方が来られて、ちょっとキャンプさせていただいた時も、ジンギスカン美味しいということで、食べていかれました。北海道はジンギスカン、今の時期はあとウニですね。ウニが美味しいかもしれません。海鮮関係がいいのかもしれませんね。そんなわけで、羊ヶ丘展望台、行きましたら結構人いらっしゃいましたね。多分日本人の方ばっかりだと思うんですけども、小さなお子さん連れてますね。多分 お孫さんだと、孫を連れての、ドライブだと思うんですけども、まあ、本州から来られて、旅行して、そろそろ帰るかという最後の時かもしれません。まあ、気温はさほど高くありませんが、それでも27、8度はありますね。結構湿気があるんで、かなり、蒸し暑い状態が続いてます。車の方も夜は、今ですと6時頃までですかね、アイドリングしてます。日中はずっとエアコンをつけっぱなしということです。これが展望台の方に登っていきます。こうぐーっと、回りまして、登っていきます。左側の方はグリーンになってまして、本来は羊がいるんでしょうが、羊はいません。建物の中に入ってましたね。奥の方に建物があったんです。羊の家とかなんとか書いてあったんですよね。近寄ってみましたら、さすがに匂いしますよね。まあジンギスカンの匂いではないんですけども、牧場の匂いがもうプンプンしてましたね。まあ牧場の匂いって言えば、帯広行ったら本当に夏の帯広は嫌ですよね。まあ私は嫌ですよね。どこの道の駅に行っても本
当に牧場の匂いが漂ってますからね。でも十勝川温泉行った時は、十勝川温泉道の駅の時はしませんでしたね。多分風向きの関係だったと思うんですけども、逆方から吹いてきたら結構するのかなと思いますけど、できるだけ帯広は夏は行きません、避けます。帯広にどうしても泊まなきゃいけないなということも無理してもう帯広から外れますよね。それからうんと手前で泊まってしまうかという、コースを考えてますけども、そんなことを思い出しました。まあ、動物園も嫌ですよね。好みの問題ですけど、動物園もすごいですね。旭山動物園とか丸山動物園に近づいただけでも匂ってきますよね。まあ本当に、かといって自分がペットを飼ってないんですけど、自分の多分 犬とか飼ったらその犬はいいんでしょうね。自分のペットの匂いはいいけどよその匂いは嫌だということになってしまうのかもしれませんね。まあ、道の駅に泊まってましても結構キャンピングカーいますけど、ほとんどっていうことないけど、もうあのペット同伴ですよね。ペット様がキャンピングカーの中に乗ってますよね。まあ、ペットと旅行するためにキャンピングカー買うんでしょうか、よくわかりませんけども。ここから、静止画の方になります。奥の方に立派な建物があります。中の方はレストランになってます。結婚式とかも挙げることができます。それからあのお土産の販売の専用のスペースもちゃんと用意されてます。下の方では確かジンギスカンコーナーだったかな、なんかそれがあるみたいです。十分食事も楽しめます。このような綺麗な花が咲いてました。もうひまわりもちょっと大きくなりましたね。ひまわりが大きくなってくるともう夏も終わりだということなんですけども、これが札幌市内の観光地です。有名な観光地ですね。本州から来られた方は皆さんここに一度は来られるんじゃないかなというふうに思います。ずっと広大ですね。遠くの方にあのちょっと銀色 の札幌ドームですか、それが見ることができます。今日の札幌無料のところの紹介なんですけども、今回で4カ所ですかね、5カ所ですかね、無料の紹介です。門屋山も無料なんですがこの次です。それから十勝岳ロープウェイですか、 あそこも確か無料ではないんですよね。1000円引きだったんですかね。それから有珠山ロープウェイも確か1000円引きだったと思いますけどね、半額にはなりません。確かあそこら辺の十勝岳ロープウェイは確か3000円以上でしたね、往復。なんで、まあ、片道買ってもしょうがありませんよね、往復しないとね。なんで結構高い値段です。まあ距離的にも長いのかもしれませんね。今回は、ここで終わりです。これがあれですね、雪祭りですね。雪祭りの資料館ですね。大雪像の模型が年代別にずっと並んでますね。素晴らしい出来の模型です。こうやって全部形に残してるんですね。どういうものを作ったかということを、もう3次元で立体的にこう作ってますね。まあ、うまい方が作ったんでしょうね。でもこれからの時代はもう 3D プリンターで一気に作っちゃうかもしれませんね。そのような時代かもしれません。まあ、ここを見て、それから外を見てということです。ここも全部無料で入れますね、中は。一旦入場料、あそこのゲートのところで支払えば、中は全部無料で回ることができるみたいです。遠くの方には綺麗なこうグリーンがあります。まだ花が咲いてませんね。もうちょっとしたら花が咲くんでしょうか、もう終わったんでしょうかね。綺麗なグリーンになってます。で、羊ヶ丘オーストリア館ですね。なんでオーストリアなんでしょう、よくわかりませんが、羊はオーストリアなんでしょうか。で、ここが1階が食堂ですね。ジンギスカン食べれますね。2階の方が売店になってます。まあそこそこお客さんいるんですが、密集してるってことは全くありませんね。別に入場制限はされてないんですけども、お客さんがさほどおりません。なんで皆さん十分な距離を取られております。これがひまわりですね。もう大きくなりましたね、ひまわり。
ひまわり畑も行ってみたいんですけども、もうそろそろ行ってもいいのかな、ここまで大きくなってくると。羊は見れませんでした。本日もお越しいただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。